牛乳はもう飲み干してますね。牛乳なのかな。の飲むヨーグルトだと思いますね。3月4日月曜日なんですって。もうすぐ午後3時です。もうちょっと飽きてますね。もしかしたらね、牛乳で飲むヨーグルトはまた違う時に買ったのかもしれないな。なんかブツブツ喋ってるけどよくわかんないです。結構駅間隔が広いんですね。バイカル湖の方に向かっています。これからバイカル湖ですね。ゆったりと景色が流れていきます。相変わらず路面はちょっと濡れてる感じなのか、ちょっと凍ってる感じなんですかね。窓ガラスがちょっと汚れてますけどね。通過するんだろうか。駅に近づいてるんですね。木造の小さな住宅が立ち並んでますね。シベリア鉄道の沿線のね、景色を眺めつつ、だんだん景色に飽きていくんですよね。暇なんですね。ここソ連でも犯罪は起こります。あのロシアでも。何言ってんだ。何がボーボーグラフだよ。ロシア語を喋ろうとしたんですね。何がスパチージェじゃない。スパチーバー、スパチーバーはありがとうだったっけな。どうだったっけな。日本のことはヤーパンって言ってたんじゃないかだっけな。ゆったりと動いてますね。どっかの大きな駅に近づいてるのかもしれないね。モンゴルとの四川との分岐駅にもう過ぎたのかどうなのかもう分かんないんですけどね。多分過ぎちゃったのかな。水が流れてる川を初めてロシアで見たんですね。暖かくなってきたんですね。この辺はですね、湖畔の町、湖なんですね。バイカル湖の端っこの方のちょっとした湖なのかな。なんか雪解けですね。ビチャビチャですね。路面が濡れてましたね。雪解けっていう感じですよね。でも相変わらずコートを着た人がたくさん歩いていて寒そうですね。こうやってね、駅ではね、いろんな人がね、いろんなものを売ってるんですよね。そういうものを買うのもロシア鉄道のお楽しみでございます。この時は1996年ですね。2020年はどうなっているのかは分かりませんね。古ぼけたトラックのね、感じもいいでしょう。このね、グリーンとね、黄色の車体もね、アジア全般的にね、代表するカラーリングなんですよね。今の2020年はどうなってるかは分かんない。
ですけどね。また違う駅にたどり着きました。なんて読むんでしょうね。いろいろ買いましたね。スモークサーモン、スモークサーモンとなんか木の実みたいなやつがあるね。もしかしたらね、この駅がねモンゴルとの分岐駅なのかもしれないな。なんかな、スモークサーモン、サラミ、なんか豆みたいなのも置いてありますね。なんかノートに書いてありますよ。文字がボケてて読めないね。まあ日記もね書きながらね旅を楽しんでおりましたね。あの日記もね探せば出てくるんですけどもね。この川の向こうはバイカル湖だと思いますけどね。行ってますね。この川は北極の海へ流れ行くんです。北極へ流れる川なんですね。なんか遠くに来たなっていう感じがしますよね。またちょっと音声がないですね。8ミリビデオの映像でございます。やっぱり木造のね住宅が多いですよね。なんか嵐が吹き下ろしたらなんか全部吹き飛ばされそうな、そんな雰囲気もあるような感じもしないでもないような。だんだんと景色が広がって、何か大きな湖面のようなねバイカル湖らしきものに近づいてきておりますよ。いきなりあのねバイカル湖ってね大きいんだけど、その周辺にもねいくつか湖があったような気がしてですね、まあバイカル湖の入り江みたいなのもあったかもしれないんですけどね。まあどこからがバイカル湖か正直わからない状況ですね。木もなくなって開けた空。